あ,あ、いつものとおり買うよなあ三正大夫さんねこの二人なんか逃げる計画が立てたんですよすっか全部そうかお仕置きが必要だなというわけですね危ないのは分かってるその間私時間稼ぎするからちょっと待ってえ姉ちゃん行かない私は行かないどこも、の田ということですさあ早速まいりましょうエクストリーム文学森外三椒大夫編 森外。ありがとうございます。森外。ね。その名前がなんか物々しいじゃないですか。森外ってね。えー、だから、なんかこう、太宰好きとか、なんかね、その三島好きとか、まあ、夏目漱石とかっていう印象とまたちょっと違って、森外っていうのがね、非常に文豪って感じがして、なんかちょっと抵抗感あるって人も多いと思うんですよ。僕もね、どっちかっていうと抵抗感あったんですね。えー、その上で森外ちょっとチャレンジしてみたいなと思って、いろいろ調べた結果、 舞姫やってほしいっていうリクエストもたくさんあったし、高瀬船やってほしいっていうリクエストもあったかな。でもね、僕がいろいろ調べた結果、今日この山椒太夫をやりたいなと思ったんですね。それがなぜなのか、その理由も説明したいと、後半に説明したいと思います。山椒太夫って、まず名前が嫌じゃん。 なんか言うとあれだけど、嫌じゃんって感じなの。まず、三照、大優が全然わかんない。<laughs> ね、参って何あの、ピリッと辛いやつ、えー、知らないし、大優ってさ、なんか歴史中の人で出てくるけど、なんか女性の時もあれば、男性の時もあって、ね、なんかその、なんとか大優って、おいらんの名前の時もあるから、女性の時もあるよね。でもなんか、ね、あの、グレートギ大優さんみたいなね。なんかその、な <laughs> な、なんとか大上でね。男の時もあるわけですよ。だから何な,な,なのえ、スパイスなのえ、何男なの？女なの？名前なの？な何の状態？これすらわからないという段階だったんですが、面白いです。山椒だよ。あ、そんな話だったんだと。ちなみに今日ね。サロンメンバーあの観覧で来てくれてますけど、呼んだことあるよって人いますか？あいない。そこそこ人数がいるんですが、いないそうです。これがすごく僕はいいなと思いましたね。そんな話だったんだ。 思えると思いますので、ザザザッと行きたいと思います。まずはですね、時代で言いますと、このね、参照大友っていうお話、元々はですね、中世の頃に払った説話のリメイクなんですよ。 いわゆる説教武士というですね、まあ、口伝えに伝えられた伝承の一つでありまして、その一つをリメイクした。ね。この前やった、芥川隆之介の羅生門とかも、昔話のリメイクですよね。だから、結構昔話のリメイクっていうのが、まあ、言ったら文学作品、日本文学としてよく残ってるっていうことが浮き彫りになってきましたよね。 も僕もね、新鮮でした。文学ってゼロから作るもんだと思ってたけど、昔からある謎の作者不明のお話をリメイクして名作になったっていうことも結構あるよというのが、まあ結構僕としてはね、ああ、そうなんだというお話があります。そんな中で、時は平安時代なんですね。平安の頃なんだ。いきなりですね、結構ピンチな主人公たちなんですね。一行が4人います。お母さんとおばあちゃん。このおばあちゃんっていうのは女中ですね。 えー、言ったらですね、この、おおお母さんは、もともとは貴族なんですよ。はい。その上で、娘、アンジュというお姉ちゃんと、寿司王という弟くん。ねまだ、なんだろう、若いんですね。アンジュお姉ちゃんと寿司王くんって感じですね。と、お母さんと女中が旅をしてるんですね。どんな旅か。これが切ない旅なんですよ。何かと言いますと、お父さん、今までね、貴族でしっかり働いてたお父さんが、もともと、 東北にいたんですね。まあ、福島にいたんですが、そのお父さんのせいではなく、お父さんの上司が何かミスを犯してしまったらしくて、自分のせいじゃないのに、九州、福岡の方に左遷させられちゃうっていうところから始まるわけなんですよ。左遷させられちゃうで言うと、平安時代、例えば菅原道真とかもね、太宰府に飛ばされたなんて話有名じゃないですか。ですから、平安の頃ですね、まあそういう人事異動で左遷させられたというね、まあちょっと半沢直樹的な、 そういう、まあ、ところなんですよ。で、左遷させられてからですね、えー、ついぞ、音信が普通になってしまった。まあ、平安時代ですから、今みたいにね、メールでとかね、そのテレビ電話でお父さんとかね、九州どうみたいな、明太子美味しいとか、そういうことはできないわけですよ。ね。もう、だって、福島から九州は相当遠いわけですよ。地球の裏側飛ばされたぐらいのね、えー、まあ、激しい中でですね、音信が普通になるわけですよ。なんだか連絡来ないね、お父さん元気かな大丈夫かな不安だななんて言いながらですね、不安な中、母は少し、 そんな中、アンジュとズシ王が少し大きくなったもんだからですね。お父さん探しに行こう。ね。まあ、僕、わかんないけど、中央の都、京都まで行,け行ったら、お父さんがね、今どうしてるかって聞けるかもしれないから、とりあえず京都まで行ってみよう。それでもわかんなかったら、九州行ってみよう。そう言ってですね、一行はね、福島を旅立つんですね。わあ不安な旅ですよ。お母さんと女中とね、お姉ちゃんと弟ですよ。ね。4人中、3人女性ですからね、えー。もう不安な旅ですよ。 そんな中、とある町に着きました。それが新潟の町ですね。福島から新潟までよく歩きましたね。僕だったら歩きたくないですよ。ね、福島2 the 新潟は o walk。絶対嫌です、ね。だけどもうお父さんいないからもう一生懸命歩くわけですよ。ね、その当時はまあ新幹線とかありませんからね。わあ行くわけですね。はあ 不安だけど、この街着いたね、お母ちゃんみたいなね。そうね、安住ね、そして寿司をね、そして、あの、女中の名前を、うばたけって言いますねえ。おばあちゃんの竹っていうね、うばたけっていう名前です。ね、うばたけ、そうでございますね、なんて言ってね。街に着いたんです。で、まあちょっと、日も、あの、陰ってきたから、どっか宿を探そう、ね。宿探す、泊まれる、そ、とを探そう、ね。え、行くわけですね。ところがですね、え、どんどんどん、ね、ちょっと泊めてくれませんかなんて言ってます。ああ、ごめんなさい。 この、この村はですね、あの、旅人止めるなあの村なんですよ。え、どういうことですかなんていうかですね、治安が最近悪くなってましてね。え、うちの村でなんだかね、怪しげな人会、いわゆる人身売買をする不定なやからっていうのがいるらしくて、人さらいにあったりするらしいんですよ。ですから、もう、わけのわからない人間を家に入れるなっていうことで、 もう止めないでくれというお触れが、うちの村では出てるんですよ。え、そうなんですかいや、私たちこれ止めてもらわないと困るんですけど、ととと、お願いします。無理です。お願いします。無理です。うちの村では止めるなとなってるんです。ちょっと待ってよ。止めるなじゃないよ。もうどうすんのこれ。なってるわけですね。そんな中で、一人のおじさんが出てくるんですね。あれお困りですかね。嫌な予感しますけどもね。お困りですか皆さん。なんか、どっから旅来たんでしょう ね、あそうなんですよ。でもなんだか、この村あれなんですよね。止まるとこがないというか、止、ま、めちゃいけない村なんですよね、みたいな。そうなんですよね。<laughs> あの、どうしたらいいんでしょうもうの、の宿するしかないですね、私たちね。い,いやどうでしょうこっそりですけども、うち止まります困ってるでしょこう来るわけですよ。ね。<laughs> えいいんですかなんか、バレたらなんかすごいひどい罰を受けるとか言ってみんな断られたんですけど、大丈夫ですかお母さんは言うわけですね。そしたら、まあ大丈夫ですよ。ね。まあとりあえず、入ってください。ね。で、一夜、明かすわけですね、はあ。助かりました。止めていただいた俺にあのー、宿賃払いますから。いや、いいですよ。宿賃は。大丈夫、大丈夫。ね。この先もいろいろ大変なんでしょ案内しますよ。こう送るわけですね。宿賃いいんですか こんな親切な人いるの、ね、母ちゃん逆に怪しいよ。ね、逆に怪しいよ、母ちゃん。でも、しょうがないじゃないもう、こうなったらね。もう、止めてくれたし、ね。もう、従いましょう。ってう,うん、とかになってねえ。それで、じゃあ、この先どこ行くつもりなんですえ京都か九州かうん、だいぶ遠いですね。ってなるとね、この先は、陸路は厳しいですよ。 ここの新潟からですね、向こうの山越えるってなったら大変な騒ぎでね、まああっちもこっちももうなんか、もう道が崩れてたり、岩が落ちてきたよりも大変なもんですから、そうですね、水路がいいですよ。海にね、えー、えー、船でバーっと行ったらね、すごい安全。もうここら辺の潮目はァーっとなってますからね、船に乗るのがいいですよ。えー、そこまでご案内しますから。 いいんですか何から何まで。宿賃はいらないですよ。いいんですか逆に怪しいお母ちゃんみたいなね。<laughs> <laughs> もうしょうがないで止めてくれたんだからもう、ね、はい、行きましょうと。<laughs> え、まあ、ボロの船ですけど、乗ってください、乗ってください。私、こぎますんでね。えー、この先にね、えー、ちょっと仲間の船がいるんでね、そこまで合流しますから。って、ァー、こいでくるわけですね。はー、つって。しかしね、 ま、このままだとなかなかこうね、進まないっていうのも、ボロ船に4人乗ってるわけでしょ僕も含めて5人ですからね。なので、あ、来ました来ました。おう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 つって。おおおうつって。向こうから2層の船が来るんですね。えー、2層の船が来まして。あ連れてきたからーつって。おおあ、上がった上がった。じゃあ、いい感じで。どうしますってね。えー、じゃあ、4人で船こぐとね、これあの、重いんで、あの、こっから2層に分かれてもらいますから。 え二層にえっと、どういう感じでじゃあ、そうですね。まあ、大人は大人、子供は子供で、あの、二層に分かれましょうか。ね。言って、あの、じゃあ、お母さんとね、えっと、う畑さんでしたっけはい、おばあちゃんね。はい、じゃあ、乗ってください、こっちね。じゃあ、あの、な何になにずしおくんうん、はい、ずしおくんとアンジュちゃん。じゃあ、ちょ、こっちに乗ってね。はい、じゃあ、僕はここまで。あとは、そっちの二人がね、良きようにしてくれますから。え、あ、ここまでなんですか あここまでですよ。はい。じゃあ、お疲れ様です。ずーっといなくなっちゃう。そして、ちょっと不安ねえ。寝ずしよう。アンジュ大丈夫、大丈夫大丈夫かあんちゃん。え、あの、ごめんなさい。この船ちゃんと、あの、ね、ちゃんと行き先聞いてますあの、ね、こっから西の方に行ってもらうんですけど、ちゃんと船が、あの、離れ離れにならないように、あの、お願いしますね。分かってますよ。っていうわけですね。そこからですね、漕ぎ出すんですが、どん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 船が離れていくんですね。 あれちょっと待ってください。ちょっとアンジュ、ちょっとアンジュずしを、ちょっと離れてる。なんかちょっと離れてきてるよ。離れてきてますけど。離れてますかね離れてますよ。完全に離れてますもん。絶対に離れてますもん。これどういうことなんですかどういうこともそういうこともないですよ。行き先が別って話でしょう。え ちょっと待ってください。そしたら、馬竹がですね、やっぱりですよやっぱりですよ、奥様私たち騙されたんですよこれ、これとんでもないところに売り払われるんですよそうだこいつらが、あの村で有名だった人会なんですよ 私たちは人かいにそのまま騙されたんですよウ馬タさん落ち着いて落ち着いてられませんもう奥さん私ついていけませんから私もね私もごめんなさいしますねダボーンウバタさん <laughs> まさかおばあちゃんが飛び込むでねウバさんちょっとウバタさんちょっとえ待ってください私も私もじゃないよバカ野郎ボンってねバカ野<い>郎 <laughs> お前はなこれからな人に揺られるんだからちょっと待ってろーっーっ <laughs> 縛られたちょっっと待って あんじゅアあんじゅシずしおとね。<laughs> それを遠くから見てたあんじゅうずしおうがね。母ちゃん母ちゃんちゃうと、お待ってくれあんじゅズずしおうごめんね、母ちゃん騙されたばっかりに。<laughs> あんたたちを、あの、お守りを、肌身離さずね、おまお守りを、あー <laughs> と離れてしまうわけですね。そのお守りというのがね、ずしおうは小さい父の、 かね、父から受け継いだ小さい小刀を懐に。そして暗示というのは小さいですね、仏像。金の仏像をですね、えー、お守りに袋の中に入れて胸にしまったんですね。はぁ、母ちゃんが、ね、そこから。まあ、諦めるんだな、ガキども。ってこう入るわけですね。お前らこれからな。まあ、余計にあの、売り払われるわけだから、言うこと聞けよな。ってはぁ、泣いてるわけですね。えー、そこからですね、えー、売り先をですね、点々としてですね、そこでたどり着いた、この、 安住と寿とズシオのたどり着いた先というのが、京都の北部、丹後という場所なんですね。その丹後にはですね、悪名高い金持ちが住んでるんですね。その金持ちというのは、もう金がたんまりあるから、奴隷を買いまくるというですね、奴隷界の三照大愚というやつなんですよ。そう、このタイトルというのは、奴隷を買う 悪徳金持ち、三章大夫という男なんですね。どういう容姿か顔はなぜかむちゃくちゃ赤いらしいです。ね。で、年の頃はもう老人ね。もう60ぐらいになってる。もう、ね、結構年なん。ね。だから銀髪がもうライオンのようにぐわーッなってて、顔が赤くてもうヘンマ大王のような。そういう三章大夫のとこに行くんですね。えー、その三章大夫のとこに行きましよ三章大夫さんどうですかあの、新人で、ね、あの、これ買ってくれませんかあ、買うよ。 ああ、いつもの通り買うよ。なあ、つって、買うわけですね。その上で三照大夫の隣には、その三照大夫の息子の二郎と三郎っていうのがいるんですね。えー、もう地獄ですね。もう最悪ですよ。二郎っていうね。ああ、新人か、お前らが。ね。三郎が、ああ、へ <laughs> えがってやろうな、まあ。そういう状態ですよ。辛い話じゃないですかね。そんな中ですね。 こう、男の奴隷は男の奴隷小屋。女の奴隷は女の奴隷小屋に入れられるってなったんですけども、アンジュが泣くわけですね。いや、こんな状態でズシよと離れ離れの小屋に、あの、行くのはちょっと辛いですーってね、泣くわけですね。辛いですよーってなったらね、そのうちのジロー。ジロの方がね、分かったじゃあしょうがねえな。お前らちっちいしよう。うん、分かった分かった。じゃあ、兄弟で一緒の小屋でいいよ。っていう風にしてくれたわけですね。 あ、次郎はちょっと優しいのかも。なんていうね、えー、ふうに思いながらですね、一生の声で泣いてたんですね。<laughs> で、そっからですね、仕事が与えられるですね。過酷な仕事なんですよ。男は山に芝を芝を刈りに行くんですね。まあ、昔話といえば芝刈りなんですけど、重労働ですよ。 ね、山に登って、えー、芝を刈ってですね、な、なんか刈ったものを収めなきゃいけないんですね。もうすごい荷物なんですね。<laughs> これ収めますみたいな。草を収めますね。ね逆に女は何するかっていうとね、海に行ってですね、海水をひたすら組んで持ってきてですね、塩を組みてね、それをだから塩の材料にするね。海水を組むというね、重労働をすっとさせられるわけですよ。でね、今日も辛かったよ姉ちゃんともうね、辛いよねとか言いながらですね、その樹王とアンジュ慰め合いながら泣き合うわけですね。もうきついですとか言ってね。<laughs> 僕はきついよ、アンジュ姉ちゃんとねもう樹潮大丈夫 とか言いながらですねその2人でですね時々逃走の計画を喋ってるくからいですね「根津市をいつか逃げようね」とか,ってあのど,っかどっかのタイミング見計らって逃げようとそれをですね次郎が聞いてるんですよ。おいって,っ,てって聞いてたんですかって聞いてたよお前らなああんまり変なこと考えんなよお前らちびたちがよな どうせお父さんお母さん会いたいっつって大人になったらさ、そっから会いに行けいいじゃねえか。今はここで一生懸命頑張った。身のためだぞ。変なことすんなよ。バンね。ジーロ郎。思うわけですよ。だからね、また違う日もですね。ね、いつか逃げようね。い,いつか逃げるから大丈夫。ね。そしたら今度はサブローが聞いたやつよ。サブローの方がまずいんですよ。サブローの方が気性が荒いんですよ。おい聞いたぞお前ら。お前逃げる計画出しだたろ。おい、お前いつもそんな話してんのかよ。え 次郎兄ちゃんから報告ねえから、お前、なんかおとなしくやってるかと思ったけどよ。このサブロー様はそういうの許さねえからな。お前、言いつけてやるからちゃんと、何されるか覚えておけよって言われるわけですね。何されるんだろうってね。そっからですね、こう、待って寝るわけですよ。怖いよ、怖いよ。そしたらですね、はっ起きたらですね、あれ、いてえい前ガンって捕まえられてですね、この参照台の前に叩き出されるわけですね。お前の兄弟バーンってね。おい、父さん。 夫父さん、ね、この二人、何か逃げる計画が立てたんですよ。すっか、全部で。そうか、お仕置きが必要だなというわけですね。あれを持ってこいってですね、焼いた鉄を持ってくんですね。<laughs> ここで悪さをした奴隷は、額に焼き入れることになってんだよって。三 <laughs> 郎がね、この焼きにですね、罰のついた焼き芋をですね、その兄弟の額にジャーつ、て、ジャーって。ああ、あれ、じャーああ っていうところでバッて目が覚めるんですね。はぁ、あ、は汗、あ、びっしょりのアンジュとズシを。はぁ、あ、姉ちゃん、はぁ、あ、ズシはあ、今夢見た。今夢見た。なんか焼き印をされてる。僕も、僕も焼き印をされてる夢見たよ。はぁ、あ、怖かったね。はぁ、あ、はぁ、あ、って見たらですね、アンジュの胸に、ね、忍ばせていた地蔵、ね、仏像のですね、額に焼き印が入ってるんですね。なんだかわかんないけど、守ってもらえたのかな。 夢でよかったね。恐ろしいところだ。ここは本当に恐ろしいところだよ、姉ちゃん。ね。逃げたいよ、ダメ。逃げるって、もう聞かれたらやばいからやめよう。そしてですね、その翌日から逃げようっていう言葉をアンジュ姉ちゃんは言わなくなったんです。ね、その日からアンジュ姉ちゃんを思い詰めたような顔をすることが多くなりました。そしから、それからですね、僕が小屋に戻って泣いててもですね、特に 慰めてくれるでもなく、何か物思いにふけってるような感じだったんですね。最近姉ちゃん元気ないね。早く寝なさい。そんな感じだったわけですね。そんなある日ですね。じゃあ今日も芝刈り行けよ。はい。うん、お前はな、えー、ずしよう、を。今日もしばり。今日毎週よ見だなって言われた時にですね、アンジュ姉ちゃんがその、次郎がやってきた時を見計らって、嘆願をするんですね。次郎さん。なんだアンジュ。あの、今日お願いがあるんですけど。なんだい言ってみる。 ん私も、私も、芝刈りをさせてもらえませんか言うわけですね。芝刈りは芝刈りの方がきついんだぞ。基本的に男がやるからな。いいのかはい。なんとか、三照大夫さんに掛け合ってもらえませんかしょうがねえな。お前らのな、ことお前は俺はなんかないがしろにできねえんだよ。分かったよ。じゃあ言っとくからよ。言うわけですね。それで、 翌朝。はい、おいってね、来るわけですね。それは二郎じゃないんですね。奴隷長が来るんですね。おい。なんかあのー、特例で、安住、お前、あの、芝刈り行けることになったから、行きなさい。その代わりに奴隷長の私が、今日は潮組みに行くことになったから、ね。はい。あ、聞き入れてもらえたんですかそうだね。二郎さんがなんかすごい一生懸命嘆願して、うん。あの、三照大夫さんが OK 出したよ。 ただ、その時、サブローさんがね、どうも渋ってね、何かあったんですかうん、まあ、どうせ男の仕事がしてんだったら、もう女じゃねえから、髪の毛はいらねえだろ、うっつって、男の髪型をしろって、まあなんかそういう意地悪だよ。意地悪。いいかそれで。姉ちゃん、そんなことしてまで芝ばかりする必要ない。俺もう寂しくないから。大丈夫だから。大丈夫です。髪を切ってください。はい。男と同じような髪型にしていただいて構いません。 で行ってくださいいいのなんでそんな芝刈りしてんのか分かんないけど分かって。ザッザッ姉ちゃん大丈夫そういうわけですね。芝刈り行ってきます。芝刈り行くわけですよ。タっタっタっなんで姉ちゃんがこんなに芝刈り一緒にお礼としたいのかよく分かんねえけど、今日はその姉ちゃんを思い詰めてるからなぁっ,って。姉ちゃんいつもね、ここでね、あの芝刈りやってんだ。この辺りで。どうしたの姉ちゃんもうちょっと上行ってみよう。いうわけですね。 え、もうちょっと上ここが一番取りやすいけど。うん、分かった。たったった、ついとくわけですよ。もうちょっと上。もうちょっと上。え、もう、だいぶてっぺんだけど、山の上に行くわけですね。山の頂上にたどり着いて。図紙を皆な。あの山見えるだろうあの上に寺が見えるだろう、うん。私ね、塩組みしてるときに、塩組みの同じような奴隷の女の子にね、ここのあたりの地理聞いたのよ。 そしたら、まあ、お父さんのいる九州とか、お、お母さんが流されたであろう新潟の、まあ、方とか、そっちの方は、遠いって、すごい遠いって。でもね、ここって、京都にものすごく近いらしいの。で、あの寺、あの寺のある山を一山越えて、もうしばらく辛抱して歩いたら、京都、都に着くらしいんだ。うん、そうなの。で、あんた行っといで。 えっ、ちょっと待ってえ、危ないよ、そんなことしたら。危ないのは分かってる。その間、私、時間稼ぎするから、ちょっと待って。姉ちゃん行かないの私は、行かない。あんたが、行きなさい。いや、無理だよ。そう、無理だよ。俺一人で、無理だよ。大丈夫だから。姉ちゃんが足止めしとくし、ね。大丈夫だから。いや、だって、 俺一人で生き残れるわけない。あの山だって来れるか分かんないよ。だってあの寺だってさ、もしかしたら捕まって追い返されるかもしんないよ。分かる。分かるよ。今まで私たちが見てきた大人って最低の大人たちだった。本当にクズばっかりだった。だけどね、私はね、人間ってそんなに悪い奴ばっかじゃないってどっかで信じてる。ね。私たちは運が悪かったの。もしかしたらこれからいい人間に巡り会えるかもしれない。そして、私たちはその運をきっと持ってると思う。 いい人間が絶対いるから。あの寺にはきっといい人がいる。きっといい人間はあの寺にいるよ。行ってみな。信じてみな。自分の未来信じて。行ってみな。大丈夫。姉ちゃんはもしかしたら捕まって、いじめられるかもしんないけど、そんなので負ける姉ちゃんじゃないから。大丈夫。行っといで。私もきっと生き延びるからね。そう言ってですね。行きなさい言われて。分かった。寿司は行くわけですね。たっ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 た。一方、その頃。 三章太夫邸では。おい、次郎お前なんかよ、お前の言うこと聞いたからよ、なんか特例計らったけど帰ってこないっつうのはどういうことだ三章太夫はうわけですね。おい、三郎えい次郎兄ちゃんほんと甘いんだからよ。父ちゃん、この三郎が部下を連れて、あいつらをとっちめてくるか。ら任せなバラッバラッバラッ 追手が来るわけですねはぁ、あ、ガーッ追手が来るねそして山に残ったアンジュ、どうなるのかここなんですよここら辺で芝刈りしてるはずだけど、いねえなおい、そこら辺も探してんのかサブロサーンサブロサーン何だ見つかりましたアンジュかい,いえアンジュの靴だけが沼のほとりにありました アンジュはですね、そこでなんと、受水自殺をしていたんです。ちっくしょ、アンジュの野郎。でもアンジュの靴しかねえんだな。アンジュの靴しかありません。ってことは、あいつ、弟逃がしたな。逃がしましたね。行くとこ一つしかねえよ、ここから逃げろって言ったら。あの寺だ、行くぞバーッと追いかけられるわけですね。したら、その、サブロの追手が、バーッ 寺に着くわけですよ。ガン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 おい寺上げろサブローだそこの山椒大のところのサブローだ寺上げろギーバン開くわけですね。そしたら中から一人の住職が出てるんますね。トップの住職ですね。何かご用ですかサブロさん。はい、住職。知ってるだろうけどな。うちのとこに奴隷のガキで、図仕様っつうのがいいんだ。その図仕様ここに来ただろう。あ お前らがかくまってんの知ってんだぞ、出せ。三郎さん、落ち着いてもらっていいですかねこの寺のトップは私です。はい。ですから、この寺に何者かが入った、もしくは誰かを止めるとか、かくまうとか、そういうことになったら、私のところに報告が入るはずなんですね。ところが、私はそんな報告を聞いてないんです。つまり、この寺には、そんな、侵入者はいません。お前、嘘ついてると身のためになんねえぞ。言えよ。 いないって言ってるのが分かりませんかねいいですかサブローさん、こっからは忠告です。この寺は天皇陛下、直々の管轄の寺ですよ。いいですかこの寺の器物を破損したらサブローさん、そして山椒大夫さん、大変な目に遭いますよ。それは僕の忠告です。速やかに帰った方がいい。ギーバン閉じるわけですね。チキシャあのボイス、調子こきやがって。 どうしてやろうかなそう言ったらですね、寺の見張りの老人の一人がですね、おい、サブロさんサブロさん俺は見たよ言うわけです。おう、見たのかどこだなんだもう、あれだな。なんかちっちゃい崖だろ南の方にを、たたたたと駆けて行ったからよ。南の方、追いかけた方がいいと思いますよ。は <laughs> いいこと教えてくれるじゃねえか。行ってくるザザッ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 ,ザッ,ザッって行くわけですね。そしたらその見張りのおじいさんが、住職に、 言っときましたからね。ああ、いうわけですね。そして、翌朝、住職がですね、傘をかぶって、カシャーン、カシャーン、門から出てくるんですね。そして、その後ろに小さい男の子がついてる。カシャーン、カシャーン。助かりました。ありがとうございます。いや、大丈夫ですよ。情報を集めましたが、あの後、あのサブロのバカは、南に走った後、いないいないって騒ぎながら家に帰ったそうですから、なんとか時間を稼げるでしょう。 途中までお送りしますからね。カシャーカシャンここまでです。お送りできるのは。この後は、あなたが、しっかり道切り開いてください。この先、もう一山を越えたら、都ですから。ありがとうございますたタたたたたたそして、逗子王は都を目指しました。そして、都に着いたら、坊主の格好をついてる、坊主の格好してるんですね。坊主の格好だし、寺に入ってかくまってもらおう。 清水寺。あの有名な清水寺に行くんですね。すいません。さすらいの坊主です。はい。なんとか、ちょっとお世話になりませんか。ありがとうございます。そしてですね、その寺で一晩明かすんですね。するとですね、目覚めるとですね、そこにですね、絵の詩を被った偉そうな、高貴そうな人がですね、目の前に立ってるんですね。おいそこの若い坊主。あ、はい、僕ですか。はい、坊主です。 私は不思議な夢を見たんだ。私の家族が今病気でね、というのも親戚の娘なんだが、その娘が妙な病気にかかってるから何とかならないかと祈祷していたところ、不思議な夢を見てね、清水寺で、特別な仏を持っている僧に出会えと。その僧が運命を変えてくれるかもしれない、そんな夢なんだ。そう思って半信半疑で清水寺に来た。すると、変な坊主が寝ている。君のことかな。君は何か、 仏を持っているかいと言われてですね。仏そうだそういえば、あの、姉ちゃんと別れる時にですね、あんたあんたお父さんの形見持ってるだろそれと一緒に私も持ってるから、姉ちゃんだと思ってこれ持ってきない。そう持たされた仏像があったわけですよ。あ、持ってますこれですかなんでこれお前が持ってるんだこれは有名な貴族しか持つことできない名のある仏だぞ そうか。ちょっと家に来てくれ。そう言ってですね、家に行って。その仏を置いてお祈りをしたところ、娘がみるみるうちに良くなっていった。治ったじゃないか。これはやはり霊剣たかだ。本物だ。そしてこれを持ってるということは、部下に調べさせたんだが、貴様は平野正氏の子孫だな。そう、平野正氏は何かがあって左遷させられたと聞く。そう、九州に左遷させられた平野正氏の 子孫なんだ。苦労したな。お前は俺の下で立派な役人になるといい。そう言ってですね、しっかり徴用されて役人になっていくんですね。そして、しばらくした後に、その役人になった、図仕王が任された場所。うん。もうお前も立派になったわけだから、どっか管轄して、そこで色々と改革を行いなさい。君には単語を任せよう。単語ですかその単語というのが、あの、 三椒太夫がいる場所だったんです。三椒太夫がいる場所だ。そして、その図子王が改革を行った。その改革というのが、その単語一体では、奴隷を買うことを禁ずる。そして、もし奴隷を持っている者は、速やかに解放せよ。そういうお触れを出しました。三椒太夫の家は、 やむを得ずですね。山椒大夫うんで言えば、やむを得ずその奴隷を解放し、新たにちゃんと労働者としてお金を払って雇うということになったそうです。改革が進んだ。よし。でもまだ果たしてないことがあるんだ。父さんと母さんと姉ちゃんだ。調べるわけですね。すると、父はすでに九州で死んでいることが分かった。そして、姉も丹後で死んでいることが分かったんです。ですが、母がどこにいるかが分からない。 流れ着いた先、佐渡島に売られたという話を聞いた。ところが役人の部下に調べさせても佐渡島でそれらしき人物はいませんという報告しか上がってこなかったんですね。そうか。全滅なのか。全員死んだのか。悔しい。悔しい。いや、俺行く。え、図書さん、あなたが行くんですか俺行ってくるから。 なんか感じるものがある。佐渡島に降りてくる。そうして佐渡島に行くんですね。佐渡島でずーっと熊なく探してる。いないよ。母さんいないよ。そう言ってるうちにですね、ボロボロの家がふっと目に入るわけですね。そのボロボロの家の庭先でですね、ボロボロのロ婆がですね、鳥に餌をやってるんですね。貧しい村だなぁ。 中央ではあんな華やかに貴族が暮らしてるのに、地方は散々だ。すると老婆がふーっとね、目から離れない。なんだ老婆が歌い出すんですね。悲しい動揺ばーって歌ってたんですね。目の見えない老婆が。するとその歌詞の中に、アンジュ小石屋ほうホれホ,ホ、う、図仕小石屋ホうほれほ俺の名前だ 出てくるわけですね。あれが母さんなのか、バワーッと駆け寄って、仏を出してですね、<laughs> か、母さんなのか言ったら、その仏を額に当てられた老婆が、見えなくなっているはずの目をふっと開いて、寿司を、と言ったとのことでございます。これが三照太夫 以上でございます。いやー、いかがでしたでしょうか三章だよ非常に胸を打つですね。家族の愛のお話なんですが、これが名作。ねそういう風うに聞いたときに、どこがどう名作なのもっと聞きたいと思います。もちろんですね、わかりやすく家族の愛は描かれたんですが、これが、ああ、すごい話だなぁと思われる文脈も知るとですね、より、はあ これすげえ話だなと思うと思います。なぜか森外は,は、母さん会えたね。希望の話にしたんですよ。誰も殺さずに。希望の話にした。これがなんでなのか。